で、ここも白に見えるけど、ちょっとうっすらピンク入ってるのよ。なんかあの、おしゃれなピンクというよりかは、白と赤を選択しちゃったらちょっとピンクになっちゃったみたいな感じの、色が変わった感じのうっすらピンクなんだけど。そう。しかもこれね、セールだったの。1万1000円が、5000円ぐらい？すごくない？ This was like, originally like $110, but I bought it for $50 because New Year's sale.I also bought this dress that was for $128 for $17. Damn. I know. まえちゃん意識した？何を？いや、これはお店に入って一番安い靴を買いました。もうデザインとかあの軽さとか関係なく、とりあえずもうだってジムに行くだけだからさ。別になんか誰に見せるわけでもなく、まあこうやって見せてるんですが、誰に見せるわけでもなく、ただなんか前回ね、体験でジム行った時にボロボロのやつで行きすぎて、ちょっとなんかちょっと恥ずかしくてちょっと新しいの買おうと思って、古いのを捨てました。そうだから、これで私は1月から通い放題のジムに何回通えるか分かんないけど行ってきます。いや、Nike? I don't even know. Literally just got the cheapest one. Adidas! Adidas. Adidas. Yeah. 何かのコラボなのかな？ Adidas でした。選ばれたのは Adidas でした。はい。頑張れ。ありがとうございますです。履ければ OK。そうなのよ。しかも私日頃サイズが24なんだけど、これ23買った、なぜか。はい、ということで、ついにマキさんボディに近づくのかね。そう、頑張るね。マキさんボディって言うけど、私あの実際問題、マキさんのボディをあまり見たことはないんですが、あのシルエットでこういうこんぐらい筋肉ついてんだろうなっていう想像でマキさんボディに行きます。うん。アメリカでもいっぱい買ったから、そうね、アメリカではちょっと買いすぎたかもしれません。やっぱり靴が違うとやりすぎやすいのかな、わかんない。それほど運動したことがないです。あ、まるまる、やっほー。小さくないって靴？でも24はちょっと大きかったんだ、だから23でいいんだ。ジム通ってたんですね、まだ。 Not yet, I haven't been to the gym yet. Starting JanuaryTypical resolution. つま先死なない？いいえ、大丈夫。サリーちゃん痩せた？うん、多分角度とこの触覚、ほら、これなくしたらもうで、火薬したら体重増えるでしょ。これがトリックアート。みんなトリックアート博物館とか行かなくても、このインスタライブ見ればいろんなトリックアート。これもね、これ鎖骨出してるから、ほら見て、ほら見て、ほら見て、もうさらに痩せて見えるでしょ。ほんと髪型と服装って大切だと思う。ちなみに寒すぎて鎖骨あたりが、今回マイラインついてたね。後ろの風船萌えちゃんのやつ、そうでございます。 Can you say Kiriko's ultimate voice line? Nope. 一緒に頑張ろうね来年。あー、頑張ろうね、まるまる、本当に頑張ろうね。こないだまるまると、でもチーズと蜂蜜めちゃくちゃ食べちゃったけど、頑張る、頑張る。Would you ever cosplay as Kiriko? As of right now, no, probably, because I don't want to ruin her perfect image. I'm afraid that I'm just gonna like make it terrible. 何かあるのかなって。あ、私がジムに行き出す理由？いや、なんかね、あの、歩いてたらティッシュ配られたんですよ、そのジムの。でちょうどなんかジム行きたいなって思ってたから、これはサインだと思って。私単純な人間なので、あのすぐ運命とか信じちゃうから。で私食パン抱えて走ってて、誰かとぶつかったら多分ね、結婚まで考えると思う、見えると思う。ともちゃん放送もうすぐだね、楽しみ。そうですね、1月4日です。皆様起きてくださると嬉しいですね。うんうん、いつも美しいですね。ちょっとありがとう、もう一回読みに行こうかな。ありがとう。うんうん、ありがとうございます。運命。そう、あのしかもそのジムの人に
なんでその来たんですかっていう質問票あるじゃない、あのよくなんていうのアンケートみたいなの、そこで広告とかいろいろあって、ティッシュで来てくださったのあの何々さんだけですって言われて釣られちゃいました。そう釣られちゃった。ティッシュ配りも宣伝効果あったんだなって。ねね、でもね私ねちょっとなんかねなんかねなんだろう、これって宣伝効果あるのかなって思うようなところのやつにわざとなんか行くのが好きなのよ。例えばなんか例えばだけど、じゃあ昨日萌えちゃんとクルーズのディナーに行ったんだけど、そこでピアノ弾いてる方がいるとするじゃない。そこでなんか再来月どこどこホールでなんかコンサートをやりますって書いてあったりすると、なんかこれを見てこの告知でなんか行く人いるかなみたいな、読んでる人いるのかなって思うような告知あるじゃない。あれを読んで、あの告知無駄じゃなかったんだってなんかねなりたくて行っちゃうのよ。私なんか好きなのよね、行くの。ちっちゃい告知見て読んでる人いるのかなと人が思ってるところに行くのが好きなの。なんか、うん、私見たよ、見てきたよみたいな感じるやるのが好きなんだ。 Hi Sally and Warson. Hello. Good evening Sally. Good evening. あ、萌ちゃんにインスタライブしてくるねって言ったら、行ってらっしゃい、家着いたぴょん、ありがとう萌ちゃん。萌ちゃんから LINE が来ました。なるほどねって、そうですね。そう、あとビラ配ってる方のビラもいただきに行きます。私も7日の1年目ビラ配ってたので、極力ビラ配ってる方のビラを笑いに行っちゃう。後ろの観葉植物コアラ何匹ついてるの？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 あ、待って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。見えないとこ今、あ、11です。11個。 There are 11 koalas on this tree that you can't even see because it's somewhere like on the other side, but it's there. It is there. うんうん、今夜もまいちゃんお泊まりかと思った。待って、あー、このちょっとエピソードはあ、どうなんだろう、サリラジで話した方がいいのか今話した方がいいのかわかんないんですけど、私昨日まやちゃんを寝ぼけてこう行きそうになっちゃって、こうなんか、まあ、ちょっとサリラジで言うにはきっとなんかあのなんかグレーゾーンの話っていうのかな、なんか怖い話なのでここで話しちゃいますね。昨日初めて私夢の中でこれは夢だってなったの。 It was my first time last night where I was in a dream and I was like, this is a dream inside my dream. It was like, it's crazy.はい、本当にすごかったんですよ。なんかもうリアルすぎて、まずわあ、でも夢だからな、ちょっと思い出せないな、どんなのがあったの。なんか私と萌ちゃんが年末だったの、もう時期も一緒だったの。なんかアイドルさんのイベントがあったので、アイドルさんのイベントがある中メンバーみんな帰省してたから、こっちに残ってる私と萌ちゃんだけがそのイベントにトークショーみたいな感じで出る公演だったんだけど、ですごいリアルだったのが、なんか他のアイドルさんたちは普通に歌って踊ってたの、違うステージとかで。でそこのイベントに着いた時、あ、去年私たちもここみんなでパフォーマンスしてたのに今年はパフォーマンスなしでトークだけなんだってなんかシューンってなってて、それもすごいリアルじゃない。でそこで、であの公演の一角に着いたんですよ。そしたらね、ちょっと見覚えのあるファンの方々とか数名いて、でも誰かとは言いません、なんかちょっとね、行ったら出てこなかった方々が悲しんじゃうんですが、もうなんかいつもあのいる方々を知ってる方々がいて、で公園だからかみんななんかピクニック気分でなんかアイスボックスみたいに持ってきてて、もうなんかサリーちゃんみたいな、すいませんやめてよみたいな感じになってて、でそれで、でも私トークライブその時何話したのか全く覚えてなくて、で全く覚えてないことをすごいなんかドキドキしてきて、そのこの家に帰ってきてね、萌ちゃんとトークライブの後ここの家に
戻ってきたんだけど、あ、今来た方、今夢の話をしております。で、戻ってきて、私がまえちゃんに、私今日のトークライブの記憶全くないみたいな、ちょっとなんかどうしようね、疲れすぎたのかなみたいな感じで、え、何言ったかも覚えてないし、私大丈夫だったかなみたいな感じになって、で、あのマネージャーさんに LINE して、今日の私大丈夫でしたかみたいな感じの LINE も送って、だけどその LINE の文面もめちゃくちゃぐちゃぐちゃで、なんかもう文脈ぐちゃぐちゃで、本当になんかもう私が正常じゃなくなってて、え、どうしようどうしようってなってたんだけど、そこで待って、これ夢だってなって、お前ちゃん分かった、私トークライブのこと覚えてないのは夢だから、結局そこは割愛されて今ここに戻ってるんだ、これは夢なんだってなったんだけど、次のね、意識は私のベッドの上だったんだけど、私のベッドの上だったんだけどね、それは夢じゃなかったの、それ起きた後の私だったんだけど、私はまだ夢の中だと思ってたのね。なんだけど萌ちゃんが横で寝てるから、なんか萌ちゃんが二人いるみたいな感覚になっちゃって、さっきここにいて話してたのに、ここにいる萌ちゃん寝てるみたいな、これ夢だったら二人萌ちゃんいるのおかしいから、なんかどっちかの萌ちゃん消さないとって思って、なんかごめん、鮮明に覚えてる、手がここまで伸びたの私本当に、でも本当にね、萌ちゃんの首のところにこう手をこうやって、でもそこでもまた待って、これは夢じゃないってなって、なんか本当に怖くて、もうで萌ちゃんが起きた後に、いや危なかった萌ちゃんみたいな、年末の大ニュース作るところだったよって、なんかね、ほんと怖かった。昨日まで2人はね、ニュースになるとしたらですよ、ツイッターの投稿もきっと取り上げられて、こんな笑顔の12時間後には彼女は彼女たちに何か何があったのかみたいな感じね、もう本当に怖くて、なんかドッペルゲンガーみたいでさ、ドッペルゲンガーって2人いちゃダメじゃない、だから萌ちゃんが2人いる、1人どこかにやらなきゃと思って、夢だから大丈夫だと思って肯定やったら、待って、これ夢じゃなくないってなって、ほんと怖かった、めちゃくちゃ怖かった、でも全てがリアルすぎて、なんか怖かったわ、危なかった、めちゃくちゃ危なかった。でもこれってなんかやっぱ動画付きじゃないと説明しづらいので、あのセリラジじゃなくってここでお話しさせていただきますが、本当に怖かった。でも初めてだったの、夢でこれまほどこれ夢だってなったの初めてだったから、びっくりした。でも本当に怖かった。でも最近ね、なんか一人で寝てる時は悪夢見ないんだけど、萌ちゃんと寝ると毎晩悪夢見るのよ。多分寝てる間に萌ちゃんが私の上に乗ってるかなんかなのかな。なんかこの間はサメ釣ろうとしてたら、なんかサメ逃がしてライオンがめっちゃ怒り出して、なんか俺の餌みたいな感じで、でなんかいろんな人を殺め出して、そのライオンが、私がもうドキ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 しながら逃げてて、で教室のこういうさ窓ガラスあるじゃん、私その下に隠れてて、ライオンがもうクルルみたいな感じ来てて、怖かった、はい、怖かった。それも、まあ、夢の時はリアルだったんだけど、結局なんか起きたら、まあそんなことないかってなったんだけど、あの2個目のね、それで起きて、ライオンの夢で起きて、また寝た時に見た夢もめちゃくちゃリアルで、なんかあのアニメのアフレコに行ってたんですけど、音響監督さんのディレクションを全く理解できなくて、夢の中でね、夢の中で全く理解できなくて、どれだけ言われても全く理解できなくて、私が泣き出しちゃうんですよ。そしたらその方が、なんかその泣くとか時間の無駄なことするの大嫌いなんでね、みたいな感じでなって、夢ですよ、夢なんですけどなって、でそこにいる共演者の方々一人一人に、どうもみたいな感じで、どうもこういう子みたいな感じで言われて、待ってってなって、でその、あ、もうこの人には一生私お仕事振られないと思って、で帰り道マネージャーさんに、どう思った今日のことみたいな感じで言われて、夢ですよ夢どう思った今日の一連みたいに言われて、いやもうちょっと本当嫌いです、あの人みたいな感じで私が言ったら、なんかこれも本当リアルなんですけど、マネージャーさんがなんか、なんだろう、受け止めるんじゃなくて、そうやってなんか傷ついたりとか嫌いって思っちゃうのがちょっともったいないなって私は思うよ、ちゃんと受け止めた方がいいよみたいな感じのね、アドバイスをマネージャーさんにされたっていう夢を見て、リアルすぎて怖かった。
あ、一ゼロさん、ヨッホー、今夢の話をしています。見た悪夢、ほんと怖かった、めちゃくちゃ怖かった。いやもう、うん、リアルだった、めっちゃリアルだったね。え、 Are you still in the US? No, I came back December 5th. I was only there for a week. Yeah, I already came back like a few weeks ago, but my suitcase was in the middle of my room for like three weeks. バンバン、これあ、もうせつまんないな。あ、昨日はなってたのにな。How often do you come to the US? Not very often. This year, the one I went to in December was like, it's been like 3 years since I last went. I last went 2019. So, yeah. Yune-san, you're, ah, 違う。風船？あ、そうね。You're so cute. Thank you. 髪の毛を切りたいんです、見て。長いでしょ？この間、ついこの間だよ。I just cut my hair this short in August and it's already this long. It's unbelievable. インドネシアから来ました。アラマ、こんにちは。Why put it in the middle of your room? Because I felt like if I open it in the middle of my room, it'll be like close to everything that it'll be easier to like put everything back. But apparently that wasn't the case.Did you get souvenirs to bring back from the US? Yes. Myself. はっきりした夢見るとドキドキしますよね。本当に。いちじらさん。ねえ、いちじらさん。ご飯行こうね。行こうって LINE だけしていい。ごめんね。1月行こうね。ビバ。サリちゃん、こんばんは。ストロベリーさん。やっほー。後ろのマスコット気になる。呪術廻戦ですよ。私ね、Amazon Prime に入ってたこと知らなかったの。I didn't know I was in Amazon Prime. Like, I had no idea I was part of the family. But apparently I was for however long that I didn't know. I guess I was like paying for something that I didn't know I was paying for. And Jujutsu Kaisen is on Amazon Prime as of December 24th. So, yeah, goodbye to all my other streaming services.I'm only going to be watching Jujutsu Kaisen the movie for the next couple of weeks. なんで知らんのや。え、何のこと？私、私何知らないって言ったっけ？私何知らないって言ったっけ？待って、記憶にない。待って、記憶にない。記憶にない。記憶にないよ。Why do you sound so happy and enthusiastic when you speak in Nihongo but sound depressed and so done when English? Do I? Maybe that's how you see things. Maybe that's how you see English. I think I sound the same. 日本の話し方可愛いですね。やだ、変な顔しちゃう。アマプラ入って、あ、アマプラ入ってたこと知らない。する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 。あ、その話してたんだ。あ、そうだね。今その話してたね。怖っ。そうなの。アマプラ入ってたの知らなかったね。萌ちゃんが、なんか、アマプラ会員。でも萌ちゃんも知らなくて、自分がアマプラ会員だったことを。なんか気づいたらアマプラ会員ってあるのかな？なんか、どうやったらわかるのってなったら、アマゾンにサインインして、上にプライムって書いてあったら、アマゾンプライムらしいよってなって、私が見に行ったら、アマゾンプライムって書いてあって、待ってってなって。で、Amazon プライムのアプリダウンロードして、呪術廻戦って入れて、再生をしたら、ルーンみたいなの始まって、私、呪術廻戦見れるのってなって、涙が流れた。一瞬で忘れる。すぐ忘れる。Amazon プライムのこと？ね。アレクさん、オーラ、オーラ、キタウ。Bienvenidos、アミカさん。お急ぎ便とか利用すると会員になってる。なるほどね。勝手に自動的に。すごいサービスだ。ありがとうございます。1月6日の20時から文化放送の学園祭学園出るよね。そうなんです。また出させていただきます。嬉しいです。前回は妹を連れて行ったんですが、今回は姪っ子を連れて行かせていただきます。
毎年お金払ってるはずだよ。なる？なんだと？知らなかった。通販使うときに勧められるからよく見ないでポチポチしてると気づかないうちに入会してる。なるほどね。私読まないからさ、あの長い文面。そう、so I was a Amazon Prime member without knowing. Still am to this day. But that's only because Jujutsu Kaisen is on there, the movie.This is the same earring as Geto-sama. If you guys don't know who Geto-sama is, I feel bad for you. He's right there. Please pay him a visit. He deserves all the love and support you guys can give him. Tomo-chan, 楽しみ。ありがとうございます。嬉しいですね。So yeah, if you guys didn't know, Tomo-chan is a girl, is going to be airing January 4th, and I will be playing, voicing Carol Alston in both Japanese and English, and they're going to be streamed both on the same day, so I hope you guys enjoy it. ダメじゃないかな、元ネタ聞けたよ。あ、呪術廻戦の。いいよね。Looking forward to the Tomo-chan ending too. そうだ、さっきツイートに、あの、like the really short version of the ending of Tomo-chan is a girl was tweeted on Twitter on, from the official Tomo-chan is a girl Twitter. パチパチしているまつげのカールに気づいて。気づいてくれてる？たかしさん、I'm hungry.Sounds like a you problem. You're not gonna get anything from this Instagram live. Should probably go get something to eat. Moe ちゃんにサプライズで呪術廻戦のリカちゃんあげたいと。お、良いのでは。 4 a.m. in California, better watch Sally. Oh, that's true. It's a very lonely time in California at 4 a.m. Hope you're doing okay. アメリカのお正月は日本と違う？一緒。一緒だよきっと。あの、うん、友達とか家族がいっぱいいれば楽しいし、一人だとなんかちょっと肌寒い。一緒、全世界多分一緒だと思う。Feels like sunlight. Ah, thank you. It's probably my oily skin.英語版ってどうやって見れるのだろう。クランチーロールっていうアニメを配信しているサイトがあるんですが、そこの会員になっていただければきっと見れますね。アメリカってお年玉あるの？ないね。まあ、家庭によってはあるんじゃないですか。アメリカでもお餅食べるの？食べるよ。ただアメリカのお餅のイメージは、あのお餅の雪見大福みたいなスイーツなのよ。だからお醤油つけて食べたりとかするのすごいなんかびっくりされる。 How was it like to voice anime in US? It was so different, but it was so fun. I want to go back again. The Crunchyroll headquarters were like, was like amazing. Had a blast. It was really fun. クランチロールで見れるんだ。なるほど、そうなのよ。本当にすごい楽しかった。クランチーロールのスタッフさんたちもすっごい優しくて、なんかもう離れるのが悲しくて、帰り際いろんな人にもうなんかありがとうみたいな感じで、あ、なんかまた来てねって言っていただいたんですけど、なんかもう寂しすぎて、 LINE 交換しませんかってQR コードこういろんな方と LINE 交換しました。お友達になりたくて。皆さんやっぱりあのアニメの会社なので、アニメが日本がすごい大好きな方々がいっぱいいたので、旅行とかで日本に行くよとか言ってたので、来た時はあのぜひ遊んでくださいって言って、 QR ですって。東京とロサンゼルスどっちが寒い？今は東京じゃないですか。アメリカも言うて寒いっちゃ寒いね。いい現場だったんやねって。そう、すんごい優しかったです。皆さん本当にすごいめちゃくちゃ優しかったです。アメリカでも LINE あるのね。いや
使わないのよ。本当はあんまりアメリカの方々はあんま使わないけど、でもなんかそこの部署の方々は日本の方々とも連絡取るから、そのためだけに LINE を入れてたみたいな感じ。そう、 Yeah, so I exchanged my LINE ID with so many people at Crunchyroll. It's fun. Everybody was so nice. What did you eat for dinner? カルボナーラ。アメリカいつか行ってみたい。とても良きと思います。すごい、なんか久々に帰ったらいいところでした。海外は Facebook 人気なんだっけ。どうなんだろう、今も人気なんですかね。アメリカンフットボール見ますか。見てるふりはしてます。あのお兄ちゃんとかがやってたので、見てるふりはします。こんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。みんなは年末何するんですか。私は1日からおばあちゃんの家に行きます。アメリカでよく使う LINE みたいなやつってあるの。わかん、私がいた時はメッセージ、もうほんと携帯番号のメッセージか、スナップチャット。Do you use Snapchat more often? I deleted my Snapchat. I don't have Snapchat anymore, butYeah, I feel like a lot of people... Do people still use Snapchat in America? Is that still a thing? Like, hey, what's your Snapchat? Like, can I have your Snapchat? Is that still, like a go-to thing to say when you want to get to know somebody? 祖父母の家で美味しいものをたくさん食べる予定です。アキさん。あらまあ、素敵じゃない。ね、つかの間の平隠れを楽しむさ。ユキイーザちゃん、 Yeah. Oh, you do? You still use Snapchat? へえ、そうなのね。なんかね、あの私がアメリカにいた時は、皆さんスナップチャットって知ってるかな。お互いのなんかもう写真を送り合うみたいな、あのアプリなんですけど、写真にほんとなんか文面書けるんだけど、最初のなんかその番号交換しようよみたいな感じの誘い文句っていうのかな、はあのちょっとハードル高いみたいな感じだから、本当に今だったら多分なんか、インスタの ID 何みたいな感じなのを、スナップチャットの ID 何みたいな、スナップチャットだったらめちゃくちゃハードル低いみたいな感じで、みんなスナップチャットの ID 教え合ってました。お互いの懐かしみだね。アメリカにおせち料理ありますか。おせち料理はあるけど、日本スーパーにあります。最近サリーちゃんとクロウさんの結婚式に行く夢を見ました。正夢になることを祈っておきます。ナマステ。 Have you watched Chainsaw Man? Not yet. I want to, but I also want to read the manga first too. 年越しの瞬間何するの。ジャンプします。スキー行きたい。どうぞ。来年日本行きます。あら、来年年越しそば食べてた。食べてたよ。食べてました。おせちの中で好きな食べ物はキリキントンと、あれ、あのコリコリするコリコリするさ、あれなんだっけ、わー、生ぼこじゃなくてなんだっけ、あのなんか、かまぼこじゃないし生ぼこじゃないし、あ、なんだっけあれ、何、なんか塩抜きしなきゃいけないやつ、なんだっけ、なんだっけ、カズナコ、そう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 、カズナコ、そう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 、カズナコ大好き、かまぼこじゃない。イントネーションは数の子、数の子、数天気の子みたいな。そう、数の子なのか数の子なのか、ちょっとあの理解を苦しむんですが、大好きです、数の子、数の子が一番好きかな。大好きです。はい、あとは唐揚げ。唐揚げが好きです。足がもう、私、52大阪行きます。あれ、まあ、ありがとうございます。大阪情報で楽しみです。ビバ。
Anyway, what are you guys going to be doing for New Year's? Are you going to go on vacation? Is anybody coming to Japan? If you are, tell me what you're going to do later, because I'm out of things to do, so I need plans. 唐揚げおせち？おせちじゃないけど、なんかいっぱい唐揚げ売ってるじゃない。それ食べるの好き。カズノコは何の子供？カズノコって子供なんですか？タケノコと同じイントネーション。タケノコ。カズノコ。ん？カズノコ。タケノコ。カズノコ。ありがとうございます。カズノコ。コミケ行きましたか？行ってないです。今年は行けなかった。I'll just lay down on my bed. Play League of Legends. Sounds fun. クリスマスチキンの丸が唐揚げになる。相当時間経っているが賞味期限が気になるところだよね。日清だよね。どういうこと？ 何に対して？正解。何が？ちょっと待って。もしかしたらラグがあるかもしれない。何のことだろう。ということで、私は今もうどんくらいライブをしていますか？あまり長い間する予定ではなかったんですが。I wish I could have been to Japan. Any recommendations? サルビーさん。Recommendations for Japan? Places to go? Disney Sea is always fun. But you should... When you buy tickets, go on the days when the tickets are cheap because that means there aren't many people there. Yeah, you should go then. You should also go to...Universal Studios Japan because they're right now collaborating with Jujutsu Kaisen. Great stuff. Except for it's in Osaka. はい。ということで。2分くらい。あ、お腹鳴っちゃった。お腹鳴ってる。My stomach is growling. お腹食べたのに。体感3分ぐらい。あ、本当に？ありがとう。いや、今日の私の目標は靴を見せるだけだったんですよね。靴を見せて、これ買ったよーって。ねえ、見てみんな。これね、萌えちゃんと私そっくりじゃない？立ち捨てとパワーのトーテムポール。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。そっくり。アメリカ帰ってきた時に部屋にこれ置いてあったんですよ。おかえりーって。嬉しみ。When will you make cooking videos again? When I learn how to cook. ね、料理動画あげたいんですけど、もうないんですよ、作るものが。There's like nothing I can make anymore. I made ハンバーグ、オムライス、What else did I make? Fried rice? マリトッツォ。I made cookies. Okay, I made all of these.It was a disaster, like it didn't taste great, but I made it still. 肉じゃが作ったし、もう作るものなくない？ないんです。Nothing. グラタンはオーブンがないから作れない。だからオーブン欲しいの。海外の料理とか挑戦してみてよ。作った。マリトッツォ。肉じゃがも作ったね。そう、あ、結局料理って、肉じゃがが形変えてるだけだから。だって、肉じゃがにカレー粉入れたらカレーだし、肉じゃがに、白いやつあれ入れたらシチューだし、肉じゃが、ちょっと炒めたら野菜炒めだし、肉じゃがにクリームバーってやって、パスタ入れてチンしたら、チンっていうかオーブン入れたら、グラタンだし、結局全部肉じゃがなのよ。料理の原点は肉じゃがにありき。だからね、肉じゃが作っちゃったらもう何でも作れ。白滝はないだろう。白滝は食べればいいのよ。カレー作る前に。コロッケにもなるしね。そう。そういうこと。肉じゃが万能。そう、肉じゃが万能でございます。でも何作ればいいか分かんない。If there are any recommendations,
I will take it. I don't know if I will do it, but I will take it into consideration. これね、みんなめちゃモテインツを見てた人いるかな？私のモテテク全部めちゃモテインツで習ってるんだよね。ここだけにつけるっていうやつ。そしたらぷっくりして見えるんだって。これもまたトリックアートらしいんですが、うわ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 、線からそれちゃった。うわ、うん、もういいや。なんかそしたらぷっくりして見えるんだって。めちゃモテになるために努力なんて惜しまないのよ。めちゃモテ知ってる？みんなミミちゃん大好きだった。懐かしい。チビデビも好きだったし、あと何かあったかな。めちゃモテ委員長のなんか何期か分かんないけど、あのベリーズ工房さんのりさこさん、あのが相手役のなんか美しいというのが罪なんだったらどんな罰でも受けるわみたいな感じの曲なんだっけな。えドロッド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 みたいな、待ってね、たなななな、ねたたなな、なたららたたたたたたなな、ねねなな、なな、あ、何の曲だっけ。え、なんだっけ。え、なんだっけかな。え、どんな曲だったっけかな。トゥルトゥ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 みたいな。あと、ドーリーカノン。がんばれシンデレラ、魔法の靴を、なれなれで、それは、てらり、てらららら、たたたって、チャオでしたね。ドラマもあったんですよ。おまもるメリーゴーラン、だけなななたた、なななななな、女の子なのになのか、だからドゥルルルル、頑張れシンデレラ、キラリネバリエーションは、あ、だからハッピー山の頂上、両手が空に届きそうだよ、爽快ハッピー。あとその白いクリームの下で柔らかいスポンジを重ねて、だんだん甘い甘いパパのパンケーキが、わーなのかな。あと、あ、キラレボ、あと何あったかな。キラレボ、あと何あったかな。いつもと変わらない横顔、割とさんとした立ち姿、そよ風に、なななに揺れている。なのかな。N と S みたいだね。あとは、ラムタラタタン、ラムタララタタン。めっちゃ好きだった。ニノチがドーリーカノン言ってんで、ドーリーカノンね、私ドーリーカノン知ってる子いないってこの間楽屋で言ったら、リノチだけが歌ってくれた。知ってますよって言って、がんばれシンデレラって二人で 歌いました。面白いね。あとはなんだろう、キラリエボの曲。バラライカバラライカバラララカイカイコモオンコノ、うーよ食べられないもっとオートマチックコンドネララ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 ラ。あとはチャチャチャスラララライネチャチャチャスラララララララ今日までの甘い日がタタ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 。全然覚えてないじゃないかい。あとなんだっけかな。あなた帽子のダラララダ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 ラ、そのテレテレひどい犬だけで泣きついてしまったわ、まるでダラ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 。懐かしい。この思いは止められないじゃない。あーそうだね、それだった。あとはあとなんだっけ、あとキラレボの歌。
鼻をブーン、鼻をブーン、スナップ聞かせて鼻をブーン、丸三角穴二つ、あれ違うね、呼吸をするため膨らんだだっけちょっと待って、もしかしたら歌詞新しくしちゃってるかも。サイン、コサイン、タンジェント、あなたと私はピロロンピー、ダダッダラブデだっけかな。あとなんだっけ、あとはなんだろう、シップスの曲もありましたよね。覚えてないな、シップスの曲は。あと何かあったかな。恋花火、うわー恋花火あったね。あのさ、見てない方はわからないかな、あのキラリちゃんが歌詞を作らなきゃいけなかったの。あ、ヒロトくんだっけ相手役の子。なんか結局なんかいい曲全然思い浮かばなくって、でもヒロトくんのこと考えたら恋花火ができたみたいな。恋花火どんな曲だ、恋花火バラードだった気がする。めっちゃ良かった。マーメイド、あ、ピチピチピッチ、あ、曲は覚えてないな。でもマーメイドメロディのフィギュアはなんかあのコンビニじゃないね、コンビニで買う、なんか箱から出てくるやつ持ってました。わー、キラレバの曲もっとあるはず。あー、あれなんだっけかな、なんか魔法の言葉の恋はプップーみたいな感じのやつ、なんだっけかな、なんかありましたよね。ありましたね。守護キャラのバタフライ、あ、待って待って待って、すー、あ、違う、それは高田久美さんのバタフライだ。あーねな、だらな、あらな、バタフライみたいな、あれよね。ちょっと待って、バタフライの歌詞待って、なんだっけかな、バタフライ守護キャラ、み、あ、なんだっけ、待って、見つめないで、守護キャラ、見つめないでだよね。わ、集合キャラちょっと話題についていけないわって言ってますか、大丈夫よ。なんだっけかな、サリタの記憶再生タイム、懐かしいでしょ。歌詞、待って、歌詞が全然出てこない、どこだ、迷宮バタフライ、わわー懐かしい。 Open your shiny eyes in the silent night、 不思議な夜舞い降りた、足音立てず忍び寄る、悩ましげな黒猫ボス、月明かりを背に浮かぶシルエット、こっちへおいでと微笑んで、手招き、わー懐かしい、懐かしいね、懐かしい。欲望の影ごめく待ち、天使のふりでさまよい、大切そうに抱えてる行き場のない愛のかけら、眠りにつく頃あなたはどこかで幸せな夢を見ているの、星空にキスをして行こうはもう、大好き大好き、懐かしいな、めっちゃカラオケで歌ったな、懐かしいですね。はい、心の卵、待ってね、こっ歌詞がなんで出てこないのでしょう。ホップステップジャンプ、ジュジョジョン、チップヒョップホイップ、泣いてる私、チューシュン、なりたいようになればいいじゃん、守護キャラがついてるよ、やりたいようにやればいいじゃん、全然オッケーだし懐かしい。あ、待って、でもそれ心の卵だったっけ、心の卵懐かしいな懐かしい、あれ、あ、その時期カラオケで何歌ったかな、僕らはいつも悩みながら、タタナナタナナ探している、シルト君の音が交わる時、きっときっと
何の曲だったっけそれ。二人の約束だっけ。プリキュアは私二人はプリキュアの初期グッズ持ってます。懐かしいな。懐かしい守護キャラ世代だ。守護キャラ世代でした私。めちゃくちゃ守護キャラ好きでした。あれも好きだった。なんだ、守護キャラの曲何が好きだったかな。全部好きでしたね。You remember so many songs. I remember so many songs because I used to like print out the lyrics and like sing it as the karaoke version. まーちゃんがお風呂入るってライン来た。いってらっしゃいまーちゃん。ショーキャラハマりすぎて男だけど仲良し買ってた。仲良しはいいよね。仲良し、私仲良しの漫画トリプル A っていう漫画が好きでした。トリプル A っていう漫画があって高校に入ったのか中学に入ったのかなんか受験の日か何かに鉛筆を忘れてしまって隣の子が鉛筆を貸してくれるんですよ。でその子に一目ぼれをしてしまうっていう話なんですけど、入学してみたらなんかその子が金髪になっててみたいな、めちゃくちゃ不良になってたみたいな。だけど最初はその子だって気づかないっていうまああれなんですけど、すっごい緊急してた。トリプル A 懐かしいな。うん、まゆちゃんに返信しなくていいの。うん大丈夫です、さっきまで一緒にいたなんて。そう懐かしいな。その時期足が死んじゃった。どんでん返しや。そうトリプル A の作者さんの漫画が私大好きなの。オレンジプラネットっていうのも大好きで、大好きでしたね。あとなんだろう、わあちょっと思い出せないな。足生きて、あ正座してるの。いや正座みたいな格好してた。まあ大丈夫。あと何かな、あとなんだ、懐かしい漫画あるかな。もう思い出せないかもしれない。タイトル聞いたらあーあれあれってなるけど、なんかリボンの漫画のチョコレートコスモスとかなかったっけ。その方の漫画が何シリーズも、ロッキンヘブンとか、あチョコレートコスモスとロッキンヘブン同じ作者さんだった気がする。大好きだった。メジャーも、なんかね、私ね、メジャーを見た記憶が、何かの空港、大阪かな?の空港なのか、空港っぽいとこなのか、私の幼き頃の記憶では空港なんですけど、でも大阪に空港私行ったことない気がするから、空港じゃないかもしれないんだけど、の時に大きいスクリーンでずっとメジャーが流れてて、そこでめっちゃハマって、家帰ってお父さんの漫画めっちゃ読んだっていう記憶がある気がする。うんうん、チョコレートプラネット鳴らして、チョコレートプラネット、チョコレートプラネットだったっけ、コスモスじゃなかったっけ。アイシールド読んだことあります。アイシールドよ、なんか読んでた、読んでたじゃないね、漫画をアニメを見てましたね。お兄ちゃんが見てたのでそれにつられて見てました。懐かしみですね。解決ゾロリとか仕事終わって帰ってきたらインスタライブ始まってた。始まってるよ。どうぞ。パパ漫画集めてたのね。お父さん未だに漫画買ってると思います。週刊のやつ。めっちゃ買ってる気がします。お父さん。ね、懐かしみです。懐かしみのマーガレットは私。幼き頃買ってもらえなくて、マーガレットだけちょっと大人な恋愛だったので、なので好きなやつだけ単行本で買ってました。何が好きだったかな、恋花火とか、なんかあ恋花火の前のお話なんだっけかな、なんか三角関係だったんだけど、なんかね絶対にそっちじゃないでしょって方が選ばれて、すんごい
結構調査だったんですよ。長かったんです。なのに嘘でしょ、選ばれたのは綾鷹でしたかみたいな感じの、なんか恋花火の前の話なんだっけかな、漫画、あ恋花火じゃない、恋バナか、カタカナで恋バナだったかな、漫画恋バナ、恋せよ花火、恋せよ花火の前にね、前の作品なんですけど、なんだっけ、ちょっと待ってね、調べるね。ねパフェチック、パフェチックをね、違うさん、絶対違うじゃんっていう。でも本当にね、三角関係だったの。あ、1、3、1、懐かしい、1だ。待って、ネットドラマなんてあるの？え？パフェチックのネットドラマ？待って。え？嘘。あるの？見ちゃう。見に行く。ちょっと待って。どこ？本当に？本当にあるの？え？本当にある。本当にあるじゃん。え？しかも2018年。めっちゃ最近。知らなかった。知らなかった。でもね。絶対そっちじゃないじゃんっていう、絶対そっちじゃないじゃんっていう方が選ばれたんだけど、私今んとこ誰が選ばれたのかちょっと覚えてないんだけど、記憶上私は1が好きだった記憶があるので、もしかしたら選ばれなかったのは1かもしれない。そう、ただなんかその連載してた時期は私漫画読んでなかった時期なので、もう連載終わった後に私が全巻一気に買ってハマってた漫画なんですけど、なのでなんか、うん、怒りの矛先がどこにもありましたね。どっちが選ばれたか覚えてないや。でも基本ね、基本私なんでそっち選ぶかなってなっちゃうんですよね、少女漫画は。私絶対二人目の男の子が好きなんですよね。その点、あ、みんな、あの今からとある少女漫画のネタバレがあるので絶対に来ないでください。あの今から少女漫画読む可能性のある方は、あの昼中の流星はポジション的にはなんか二人目の男の子みたいな感じのポジションの子が選ばれて、画期的というの、漫画読んでる時にびっくりしすぎて私漫画投げたもん、はぁーって。しかも一回なんかフェイントかけるのよ。なんか二人目の男の子がね、なんか行ってこいよみたいな、これ記憶上だよ、結構前に読んだから全くなんか自分の妄想かもしれないこれ。ちょっと不安になってきたかな、どうしよう、妄想かもしれないんだけど。もしかしたら、しかもその時漫画読んでてもなんか半分理解して半分理解してないぐらいの日本語力だから、もしかしたら違うかもしれないんだけど、なんか私の記憶上ではそっちが選ばれて、あの先生と女子高生とその同級生みたいな感じだったんだけど、その三角関係がね、なんかでこの同級生の男の子に行ってこいよみたいな感じで言われて、どうなのかごめんみたいな感じで行ってくの、はぁ、またこれなんだからみたいな感じになってたら、この子がね一人黄昏ながらふぅみたいな感じになってたら、女の子がバーってね戻ってきてドーンってなって好きってなって嬉しいってなって、はい、嬉しかった。そう、でも記憶上、私の記憶上ではその子のポジション的には二人目の男の子ポジションだったんだけど、もしかしたらわかんない、その子がメインだったかもしれないけど、私の中では昼中の流星はあの選ばれるべき子が選ばれて嬉しかった、なんかねって投げた、戻ってきた時にびっくりして、そしたらジャンプスケア、なんか YouTube によくあるあのメイズ目で追ってたら急にお化けが出てきたぐらいのさ、急にさ戻ってくるからびっくりしちゃって、
くりしました。大好きでしたね、少女漫画。でもラブコメで一番好きなのはラブコンです。ラブリーコンプレックス、小泉と大谷、関西のカップルなんですけど、オール阪神巨人って言われてて、授業でなんかよくある、あの喧嘩しながら本当に仲がいいな、気が合うなみたいな、合わないわみたいな感じで、真似しないでみたいな感じの、よくあるグーみたいな感じのがすっごい可愛くて、なんか本命チョコ大谷くんに小泉ちゃんが渡したのに、これギリギリにしとかないみたいな感じで言われて、はぁってなって電撃デイジー、電撃デイジーってラブコメなんですかね。私電撃デイジーがどこのあれジャンルにあるか分かんないんですけど、電撃デイジー私の中ではスリラーですあれは スリラーロマンスです。だってなんかシリアスだったもん。私の中ではシリアスコメディで、うん、シリアスロマンスです。電撃デイジーの黒崎さんは本当にラブ、めちゃくちゃラブ、めっちゃラブ、I'm still waiting for a Dengeki Daisy anime. I can't die until that happens. So, we're waiting. Daisy はラブコメじゃないよ。だよね。ラブコメじゃないよね。なんか本当にミステリー系よね。確かに確かに。そう、シリアルコメディ。懐かしいですね。わあ、大好きだったな。はあ。わー好きだったな漫画。なんかでもそう、なんかたまに怒りを覚える時があるんですよね。なんかなんてやねんみたいな、なんでそっち選ぶかなみたいな。圧倒的に優しさとかいろいろ含めたら絶対この2番目の好きって言ってくれてる子の方が絶対いいに決まってるじゃんみたいな。一緒にいても楽しいし、でちゃんと好きも伝えてくれる、何が嫌なの、なんで、何がってなっちゃう。電撃デイジー調べたらヒューマンドラマだったよ。わあ素晴らしい、ヒューマンドラマらしいです。電撃デイジーもいいな、テルちゃん。わあ私芸名テルにすればよかった、失敗したな、時戻したい6年前に。エルちゃん、やっぱりサリーちゃんアメリカにいたって嘘です。そう、私メンバー以上に少女漫画知ってるからね、怖いですちふゆくんはどうなったの。ちふゆくんはまだいるよ、目の前におります。でもちふゆくんはあんまり好きっていうのは公言してないんだ、密かに応援しております。で密かにいろいろバイク見てるそう、あんま来てる、天木テルだったら天木にするかも。天木テル、なんか天木テルだったらちょっとなんかスルッと行きすぎてうわーってなりそうになるから、天木テルの方がトゥ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 ってなりそうで、なんか白菜切ってる感あるでしょそれか黒崎テルにすればよかったな、なんか漫画のアフターストーリーを私が生きてますみたいな。だけどちょっとその作品の好きの身としてはそんなこと私はできないと思ってSo are you still in Dallas right now? Nope, I am in my own home, Australia. スケボーの次はバイク。スケボーはね、あのカーテンの後ろにいるよ。改名した時にはその名前にしよう。天城テル？天城テルいいね。天城テルです。天城テルです。皆さんこんにちは。天城テルです。天城テル。天城テルの方がいいかな。天城テルです。てるちゃん、てるっぽい自分のバイクの後ろに乗ってくれ、無理、誰かに命を預けるなんてそんなことはできない、ごめん、一人で行って、私は自分の命を自分でどうにかする。うーん、上向きの照明いいね、真似しよう。え、あれあれ UV ライトだよ、あれね UV ライトなんですよ言い方書いて同じこと言うけど、あれ UV ライトなの。私カーテン開けなさすぎて植物がかわいそうってことで UV ライトをご購入いたしました。ルルルル。
あんま来てるになる。ならないよ。UV なの？そう、UV なんです。植物の、植物ライトなのよ、あれ。そう、普通のライトじゃないの。日焼けするやん。しないよ。だって上向いてるんだもん。自分には向かないんだもん。はい、そんなことがありましたね。ということで、皆さん、もし藤間さくらちゃんのライブがあったら来てくれますか？1, 2, 1, 2, 3, 4 ダララララ、あんま近くすると反射していろいろ映しそうで怖いな。ダララ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 、大丈夫？うち音聞こえてる？さくらちゃん、うち音聞こえてる？はい、大丈夫です。ダララ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 、下から当てたら植物下に来ない？え、あれ多分そういう植物じゃないから大丈夫な気がする。どこが太陽であろうが我が道を行くらしい。もちろん行くよって。どこに？光のとこ。うん、モノホンの植物。何それ？何かすごい荒れる予感。何が？なんかいろいろ来てる。なんか質問ボックスに質問来てる。なんか質問ボックスになんか来てる。こんなのがあるの？今なんか来てた。サリーちゃん、今年もたくさん楽しませてくれてありがとう。来年もよろしくね。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。です。さくらちゃんだ。わ、今さくらちゃんのライブの話みんなしてる。久しぶりに生きることに楽になりたい、聞きたいな。だってさくらちゃん、うん、うんうん、分かった分かった。おやすみ。ダメだって、マネージャーさん通してくださいらしいです。葉っぱ丸まってんの、水不足かも。そう、でも下に水が溜まってるんですよ。どうしたものかと思って。ヒーターつけしすぎなのかもしれない。直にいるんですよ、ヒーターの下に。だから今お水に栄養素を入れていっぱいスプレーして頑張ってる。ダメかーって。ダメらしい。あ、なんか質問箱読んだら質問箱にいっぱい来てる。何？まあそんなこんながありまして、今日もそんなことがありましたね。楽しい一日でした。Can we hear Sakura's voice? さくらちゃん、声聞きたいって。 You wanna hear your voice? No? Damn. Sorry, she's a diva. い伊勢丹柄かな。伊勢丹柄の服かわいいね。当たり前、当たり前、当たり前体操。靴の紹介はもうしたよ。もうしちゃったんだ、ごめんね。袋、ん？風船全部サリーちゃんが膨らませたの？そうだよ。140個です。140個膨らました。当たり前体操？当たり前体操大好きだったな。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。懐かしみです。ということで皆さん見てください。私が買った新しいスケジュール帳。みんなもうスケジュール帳買った？買ってなかったらお揃いにしよう。まあ、これは、イエローは私の推しカラーでもあるので、これを使っていただけると嬉しいですね。私がこれを買った理由は、このからしイエロがゲトー様の推しカラーなので、私がこれを使っているんですが、皆さんは私を推してくださっているのであれば、これを使ってくださると嬉しいですね。私も黄色なので。嬉しみピーマンでございます。買った！あ、買っちゃったか。買っちゃったか。じゃあこれ見せない。まだ買ってない？あ、まだ買ってない方もいる。じゃあこれはね、
何を見せればいいんだろう。商品ナンバー203プラーノ3というものでございます。1320円、2023年版1月初めにだって。お問い合わせは www 高橋商店だってらしいです。スケジュール帳買っても書かないで終わるタイプ。あれだ、見せて、ここ見せていいのかな、個人情報。これこれです。どこで買ったの？本屋さんで買いました。スケジュール帳私大好きなんです。今年のスケジュール帳はね、新しいこと始めたんです。これ見せていいかな。これステッカー集めるようにしたの。新しい、なんかさ、後ろのこのね、このとこ毎回なんか全然使わないから、何かできないかなと思って、今年のこれ買った時からなんか商品についてくる、なんか捨てるにはもったいないけどこれいらんよなっていうようなステッカーを貼るようにしました。はい。で、最後の後ろにはね、来年の抱負を今書いてるんですよ、このウィッシュリストに。私が今どこ書いたのは、そうだ、アナウンスしますね。来年の天木のやりたいことリスト、やりたいことリストというか抱負、抱負、ジムに月15回、かっこ7月までにマキさんボディ。次、平均7時間睡眠、ちょっと難しいかな。3、月に1回旅に出る。4、本1冊読む月1。5、自炊、かっこ野菜もっと食べる。6、ビタミン毎日です。今のところ6個できた。多くね？多いかな。そう、どれが多い？ジムに15回、それとも平均7時間、それとも月1の旅、それとも本一冊、それとも自炊、それともビタミン、どっちだろう。絶対無理やん言うたな。私それ脱お菓子するときにも言われたんですけど、結局数ヶ月脱お菓子してきたので、どっちが勝つかな。なんかどれもこれも大変すぎるような。嘘、本当に？月一の旅を、でも皆さん月一の旅を沖縄とか思わないでください。全然自分の知らないちょっと先の恐竜博物館とかも旅です。ジム15回は多いよ。ジム15回ぐらい行かないとね、無駄になっちゃうの。なんなら私31回ぐらい行きたいくらい。 You're so diligent, could never finish using one. I love crossing off the days that I lived because it's like my way of being like, I survived another day. So rather than like me liking the writing in here, I literally like the idea of crossing out my schedule, being like, ugh, I survived another day, thank God. Yeah. It's my way of patting myself in the back.あと、you know, like this little section right here? スケジュール帳のこういうところに、その月に、あ、こっちはその月にやりたい目標と、この下のメモのところには、その月にあったいいことを書いてます。例えばなんか、これのオーディション受かったとか、日にち込みで書いて、なんか、一年の終わりに振り返った。この月こんなことあったっけかなみたいな。大好きです。何回行っても同じ値段やしな。本当そうなのよ。でもね、夜の23時ぐらいまでやってるので大丈夫です。ほい。お野菜は野菜ジュースでも取れるのかな。どうでしょう。スケジュール帳ってどんな風に書いてるの？綺麗にまとめてる？待って、見れるやつ、見せれるのあるかな。めっちゃダメだ。いや、ちょっと見せれないんですが、あ、じゃあ例えば2月の大阪城ホールだったら、危ない、こういう風に書いてます。そうかな、そんな感じです。日本語、どっちも
どっちも。めっちゃダメだった。そう、見せられないですね。これだってこの日にあれやったって。あとまだ未発表のやつとかもあるし。日本語で書いてるんだって。そうですね。でもそれによります。オンライントークとか、オンライントークって書いてあります。キャラクターライブって書いてあります。スマホのスケジュールでやっちゃってる。なんかね、私カフェに行ってこれ広げてなんかいろいろ書くのが大好きなんですよ。大好きで、スケジュール埋まってくのを見るのが大好きなんだ。で、基本休日は星マーク書いてるんですけど、先月とか私ほぼほぼなんか月一お休みあるかなぐらいなのが今年多くて、とてもありがたいことに、すごい嬉しかったですね。スケジュールは Gmail の下書きに書き込んでるな。あとはリマインダーでメール設定して、忘れちゃいそうで。私でも、私このスケジュール帳を落としたら終わり、すべてが終わります。だってパスワードとか全部書いてもということで、あと5分でこのインスタライブは終わりにしようと思います。なんとなくちゃんとしてる感じがしていいよね。そうなのよ、大好き。なんかあと自分の人生を振り返る感じが、あと自分でしかわからない暗号、この日ちょっとなんか怒っちゃったなっていう日はなんか怒りマークつけてるたり、ちょっと悲しかったなって涙マークつけたり、なんかちょっとピョンとした日はウサちゃんマークつけたり、いろいろ自分でしかなんか見られても、なんか横にいる人にパッて見られても大丈夫なくらいの自分でしかわからない感情の暗号がありますね。スマホとかにスケジュール書かないの？スマホは書かないですね。そう。読書は英語です。読書は英語です。この後の晩ご飯は、この前に萌えちゃんと夜ご飯食べてきたのよね。だから。でももうちょっとお腹空いてきちゃった。お味噌汁飲もうかな。こんばんは。どうも。あと4分で終わります。ということで、皆さん2022年も1年間本当にありがとうございました。今日が多分年内最後の配信になるのかな。ありがとうございます。今年はいっぱい楽しいことがいっぱいありました。来年はいろんななんか発表されたもののコンテンツとかもいっぱいあるので、皆さんにお会いできるのが多い気がするので、楽しみにしててください。はい、ということで、まだか、まだ散歩あります。お味噌汁で好きな具材は、わかめとお豆腐とふにゃふにゃするやつ、入れた瞬間ふわーってなるやつ大好きです。あと青さ大好き。年越し配信でもいいのよ。来年も7日のファン続けます。ありがとう、トマトでございます。カップラーメンとか食べる時もある。年一ぐらいかな。でも食べてもお菓子の方が多いですね。でもカップラーメン好きです。サリーちゃんって赤味噌汁飲める？なんか違うんです。バッテリーがあと 20% だってあと 20% になっちゃったということで、あと2分でございます。ありがとうございまるでした。とても楽しい時間でした。皆さん2022年、2023年はみんなとどんなことができるのかな、楽しみにしてますね。来年は福岡来てね。ああ、行けるチャンスがあればぜひ行きたいですね。はい。ということで、今年もたくさんの方々に会いました。Thank you so much for those of you that have been with me in 2022. I had a blast.
Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。です。まる。私もバッテリーあと 17%。 みんなこの後何するの？私は最後のお部屋の大掃除の追い上げをしてから寝ます。今日びっくりした。萌ちゃんとさ一回11時に起きて、その後ケーキとプリンとくず餅食べて、で2時間また寝て、で活動し始めたのは4時とかからかな。で外行ってご飯食べて帰ってきた。うん。ということで、ハッピーニューイヤー、皆さんありがとうございました。ボンジュール、ボンジュール。寝る準備かな。あ、寝る準備するのね。みんな楽しんでね。寝る準備も楽しいと思う、きっと。7人のアニメ見ます。あら、ありがとう。休日あるある、何のことかな。お風呂入って寝ようかな。雪、あ、私は動画編集をします。 YouTube 動画撮ったけど全然編集してないから。ということで、あ、 YouTube も6万人ありがとうございます。来年は10万人目指します。来年の終わりまでとは言わないけど10万人目指します。なので皆さん、まだの方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで22時です。皆さんありがとうございました。またね、バイバーイ。 Thank you。